はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時をちょいと回りました。3月は31日の金曜日でございまして、いきましょう。 g.com、 これ昨日の19時54分に出た記事でこんなんございまして、プーチン氏4月に来訪もウクライナ和平仲介を訴えトルコ大統領という記事でございます。g.com ですね。イスタンブール時事、イスタンブールに時事と時事は置いてるんですね、人を。まあ確かにイスタンブールは置く価値があるかもわかりませんね。中東で、中東情報かな。トルコのエルドアン大統領は29日地元のテレビ番組に出演し、ロシアの支援で建設が進むトルコ南部の原発で来月27日に予定される式典にプーチン大統領が来るかもしれないと述べた。ただタス通信、これはロシアですね、によるとロシアのペスコフ大統領報道官は30日、プーチン氏の式典出席についてどういう形式になるか決まっていないと指摘しており、オンラインでの参加にとどまる可能性もある、トルコ南部のアクユではロシア国営の原子力企業ロスアトムが原発の建設を進めている。トルコ当局は式典に合わせて原子炉のうち1基に試験的に燃料を注入するとみられ、ロシアとの友好をアピールする方針だ。一方、エルドアン氏は29日の記者会見でロシアのウクライナ侵攻での和平を目指し、プーチン氏やウクライナのゼレンスキー大統領と交渉を続けていると訴え、両国の対面による協議実現への意欲を示したと。まあこういう、これだけのニュースでございまして、まず基本的にトルコという国は NATO の一員です。 NATO というのは北大西洋条約機構と日本語に訳されますが、これは対ロシアの軍事同盟なんですね。昔ロシアがソ連であった時にソ連が攻めてくるかもしれへんと、でそれを共同で守りましょうねという軍事同盟なんです。 NATO というのは明快な軍事同盟です。で NATO の一国が攻められたら他の国は全部でそれを守りますという義務があるんです。でウクライナはですね、 NATO への加盟を申請して入れてって言ってたんですけども、2014年やったかな、ロシアがクリミア半島とウクライナの東部を侵略したことによって、要は紛争エリアになったわけですね。戦いをやってるエリアと、そこは入れませんという規定があるから、ウクライナは入れなかったんですよ。だから今回わっと攻められたわけですね。でもですね、 NATO は助けに行けない、直接助けに行けないから一生懸命物資を送ってるというのが現状なわけです。その NATO にトルコは入ってるんですね。でだから本来ロシアの敵であるはずのトルコがなぜか最近ロシアと仲がいいんです。なぜ仲がいいかと言いますと、それはトルコの今の大統領がエルドアンというちょっと変わったおっさんなんですよ。かなり変わったおっさんです。でこいつがですね、その何と言いますかね、 NATO の中では異端児でして、これ弾き飛ばしてもいいと思いますけどね。トルコという国は、アナトリア半島で、小アジア半島って今言うギリシャの向こうにあるあの半島の国家なんですけども、イスラム教の国なんですね。トルコ民族の国なんですね。でキリスト教ではありません。でこのトルコは従来その EU に入れてくれって言ってたんですね。で EU に入れてくれって言うてんのに、 EU がいやいやちょっと待ち、あんたら待ちとかって言うててですね、ごまかしてるところにですね、エルドアンってやつが大統領になったんですね。もうここ10年ぐらいこいつだと思うんですけど、こいつがムークレーたんですよ。はっきり言うて、お前ら俺ら
イスラム教やと思ってバカにしてるやろって、入れへんやろとかって、終わったら俺にも考えがあるぞって、なんかロシアと仲良すんもんっていう、まあ簡単に言えばそういう関係なんですよ。で、トルコっていうのは NATO ですから、アメリカの同盟国なんですよね。 NATO は全部アメリカの同盟国です、はっきり言って。 NATO にはアメリカが入ってまして、 NATO の中心はアメリカなんですよ。でアメリカの同盟国で、トルコにはアメリカ軍の基地もあるんですけども、このエルドアンという大統領はアメリカとは距離を置くというスタンスにしてます。EU に入れてもらえなかったらですね、こう腹いせというか、なんかこうふんとかって、お前ら俺をバカにしてんやろって、ムスリムやと思ってバカにしてんやろみたいな、そういう感じですね。でトルコという国は従来ですね、もともとオスマントルコなんですけども、オスマントルコは戦争に負けて以来ですね、第一次大戦に負けて以来ですね、こう、革命みたいなものが起こって、オスマン帝国が崩壊して今の普通のトルコになって、トルコという国は本来世俗分離といいまして、宗教はイスラム教だけども、政治はその何て言いますか、簡単に言えば合理的にやるんやと、世俗的にやるんやと。イスラム教徒は離れて、イスラム教の教えの通りにやればですね、いろいろ不都合があるわけですよ。女は家出んなとかね、今のイランがそうですけど、あれはイスラム教で国を治めてるんですね。女は家出たらあかん、教育を受ける必要ないという、まあそういうふうな、まあいろいろとですね、歌と踊りはいかんとかですね、まあいろいろとですね、いろいろと不都合があるんで、そんなのを全部やめて、世俗的に国を統治するんやということで今までやってきたわけですけども、エルドアンになってからはイスラム色をかなり強く出してるわけです。だから他の NATO 諸国からすると、あ、なんかやっぱりトルコはちゃうでというふうになってるわけですね。で今回フィンランドとスウェーデンがですね、 NATO に加盟を申請して、ですね、フィンランドは認められました。それはトルコが OK したからなんです。NATO には加盟国、全加盟国は OK しないと新たに入れないという、こう、決まりがあるんですね。で、スウェーデンはトルコは OK しないんです。なぜかっていうと、トルコの中にいるですね、クルド人という少数民族のグループがですね、独立運動をしてまして、その独立運動をしている連中の一部がスウェーデンに行って、スウェーデンで、その、独立運動を主張してるわけですね。で、そいつらを取り締まれ、あいつらはテロリストや、というふうにトルコは言うてるわけです。でもスウェーデンはそういうことをするつもりではないんで、スウェーデンの法律を犯さない限り、彼らの活動を許すという立場なんですね。で、スウェーデンの過激な市民運動はですね、彼らを保護してですね、トルコ大使館の前でコーランを焼いたりしたんですよ。これは偉いことなんですよ。これは実は偉いことでして。で、それでトルコはかなりむくれています。で、そのトルコはですね、エルドアンはプーチンとまあまあ仲がいいわけです。実はですね、ウクライナとも関係があってですね、まあまあ隣国みたいなもんですからね、国会の対岸がウクライナでございまして、なんで交流もあるわけであって、それがですね、原子力発電所の建設をロシアに支援してもらって、その解消の、なんて言いますか、イベントで、あるいはプーチンが来るかもしれないというのは、この記事なわけですね。まあ、だからですね、プーチンはもう、今、教場持ちが出まして、逮捕状が出てまして、ワンって言ってたんですね。で、トルコに来たらですね、もうそこはロシアの主権ではないんで、逮捕できるやん。逮捕して ICC に引き渡したらいいやんと思うんですけど、まあ、まさか逮捕はしませんね。で、まあ、プーチンもおいそれとはトルコみたいなちょっとようわからん国には行かないでしょうね。ロシアとトルコってのはもう200年300年の対立関係がありますから、昔からね、潜在的敵国なんですけども、今ですね、仮にその仲良くしてるというだけの話なんですよ。まあそれはいいんですけど、しかしこのね、あの辺りの中東からですね、東ヨーロッパにかけてのこうなんていう国際関係の地図っても超複雑です。で、私も喋ってますけどね、完全に分かって喋ってるわけじゃないんですよ。私の分かってる範囲で喋ってるだけであって、もうかなりこれ複雑ですね。それに比べて東アジアなんて単純ですね。ものすごい分かりやすいです。まあまあそれはいいんですけど、ということでございまして、このgigi.comですね、今読み上げたニュース、そんな長くはございません。
昨日の19時54分に出た記事でございまして、プーチン氏4月に来訪もウクライナ和平仲介訴えトルコ大統領という記事でございました。一応これ貼っておきますので確認されたい方はですね行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。